こんにちは、ラットスタイルのラットです。今日はですね、池の端銀河店さんにお借りしている大小さまざまなですね、こちらのウォレットについてご紹介していきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということなんですけれども、池の端銀河店さんというとですね、うちのこちらの5周年のね、記念バッグね、当店のね、周年を記念して作らせていただきました。そのバッグでね、お世話になっているメーカーさんなんですけれども、そちらのですね、プライベートブランド、クランプという、ブランドのですね、レザーウォレットの方をね、中心にちょっと今回ご紹介していきたいなと思っております。はい。早速ね、一個ずつ紹介していきましょう。はい。まずはですね、こちら、イタリアンシュリンクレザーを使ったですね、コンパクトミニウォレットという形になっております。こちらはですね、イエローかな、まあ、本当には様々なあのカラーバリエーションなんかもありますので、一つの例なんですけれども、まずね、こんな感じで、後ろにコインポケットはこんな感じで、ね、こちらも結構広く取っておりますね。使い方がすごくいいサイズの、コインポケットという形になっております。でこちらもスナップボタンで、こんな感じで、本当にこう収納も様々ね、見られる形になっております。カードなんかもね、この辺にこうパッチリと入れて、こっちも入れて。で、お札に、この辺ですね。はい。入れて、本当にこうバッグにね、さっとしまったり、ポケットにさっとこう入れられるような大きさの、ウォレットという形になっております。この質感もですね、本当にこうしっとりしていて、すごくこう柔らかいというか、すごいですね、なんか使い勝手のいい感じのですね、まあ、落ち着き、すごく感じる、ウォレットという形になっております。こちらがね、なんかその、まあ、クランプでいうところの、割とこう定番のウォレットになるかなというふうに思いますので、迷った際はですね、こちらのウォレットをですね、まずこう、手に取って、感じていただければ、いろいろこう分かっていただけるのかなというところになります。で、先ほどのですね、ミニウォレットにレザーコード、ね、こんな感じで、一応首からかけれるような形になっている 2way のタイプもですね、存在していて、こちらもすごく使い勝手が、ね、いいんですよね。はい。まあ、こういったね、形の大きさのものだと、なかなかバッグに、しまっておくよりはですね、身につけておきたいという方はですね、まあ、首からずっとね、かけていただけると、すごく便利かなというふうに思います。財布をなくすっていうことにも、ね、なりづらいというふうに思いますので、先ほどのですね、中身は一緒の形になりますので、使い勝手はですね、まあ、2way のタイプということで、いろいろ使い勝手がすごくいいという形になっております。こちらのレザーコードに関しては取り外しもできるので、これ単体でですね、使うこともできますので、すごくおすすめのですね、こちらのモデルという形になっております。でバリエーション的に、今ですね、ご紹介できるのが、ブラックですね。はい。ブラック。ブラウンかな？はい。こんな感じの質感と、形になっております。ちょっとね、名前が、いまいちょっと今わからないので、後で実際もしておきますね。色味がこんな感じに。このね、赤の発色具合もすごくかっこいいですよね。はい。まあ、使い込んでくると、よりこう、濃い感じの色合いに、すべてなってくるというふうに思います。まあ、このイタリアンシュリンクレザーならではのですね、この脂肪感、はい、も楽しんでいただける部分になってくるかな、というふうに思います。はい。ということでですね、お次、レザーつながりで、そのままイタリアンシュリンクレザーの、レザーを使った、ウォレットになります。ダブルフラップのですね、ウォレットですね。こちらもスナップボタンでこんな感じで、開けていただくと、すごくね、こちらは収納が素晴らしい。こちらはね、小銭入れこんな感じになってます。そして、もう一個開くと、開く側になってました。本当もう手帳かのごとくですね、本当にこうカードもたくさん入れられる感じになってます。で、ここもですね、札入れ。すごく大きめになってますね。ミドルウォレットなんですけれども、なんかこう、質感もすごくさることながらですね、収納力がめちゃくちゃ良くて、ね、見た目以上に、こう、すごくたくさん収納ができる形のウォレットという形になっております。こちらもですね、大きさすごく良くて、ポケットにこう、さっと入るぐらいの大きさなので、こちらも、特にこう、カードね、お持ちの方が多い方にはすごくおすすめの、ウォレットなのかなというふうに思っております。本当にこうステッチワークなんかもですね、すごく細かいところまでしっかりとね、こう構成をされているので、こう職人さんのですね、ものづくりすごく感じる一着という形になっております。この辺のですね、池の端銀河店さんのこのマークなんかも、ね、すごくかっこいいですよ。ここに一応入っているという形になっております。
こちらもですね、様々なカラーバリエーションを展開しておりまして、こちらの色の他にですね、赤。これもね、さっきの、レザーとほとんど色味は一緒かなというふうに思いますけれども、形が変わるだけで、やっぱりこう雰囲気もね、変わりますよね。そして、ブラックかな。こちら。はい。こんな感じですね。このね、ブラックもかっこいいですね。はい。そして、こちら。はい、この色味僕はやっぱり好きですね。かっこいいなと。これのね色味がどんどんこう経年変化として変わっていくのがすごく楽しみな一個かなというふうに思います。そしてこれはネイビーかな。ちょっとこう色味がまた違った感じになりますけれども、はい、こんな感じですね。中身は全て一緒なのでちょっとね色味の雰囲気だけ、お見せしております。こちら最後なんですけれども、ちょっとね、こちらは、なんていうのかな、ちょっと色味が難しいですけれども、すごくこう、ヴィンテージっぽいね、色味の、形という形になっております。チボ感なんかもね、すごくこう、わかりやすいですね。はい。いただけるような形になっています。こちらもですね、イタリアンシュリンクレーサーのミドルウォレット、すごくね、おすすめの一個かな、というふうに思います。はい、ということでですね、お次のウォレットなんですけれども、こちらですね。はい。先ほどのダブルフラップのね、ミドルウォレットの次にご紹介させていただくのが、そちらの全く同じ素材、形のロングタイプですね。ロングウォレットのタイプという形になっております。こちらのですね、ものに関しましては、後ろに、こんな感じで小銭で、ジップ付きのですね、ものが入ってます。まあ、すごくね、こう、マチ部分もすごく広めに取られてるんで、開けやすくて、本当にこうね、小銭なんかもたくさん入るような、仕様という形になっております。で、ね、実際にこう開閉をしてみると、こんな感じですね。はい。大きく、ね、たくさんのカード。こちらが先ほどのね、ミドルタイプよりもより多くのですね、カード類なんかも収納できる形になっております。この辺もですね、まあ、いろいろね、こうレシートだったり、領収書なんかもたくさん入れられるような形になってます。はい。そして、こちらにはですね、大きい札入れかな、はい、になっております。もね、現金を常にこう多く、持っていられるお客様にはですね、すごくおすすめのこのね、ウォレットかなというふうに思います。カードもウォレットもたくさん入りますので、どちらかというとですね、クランプの製品、ミニウォレット、特にこう皆さん注目されていらっしゃる方いると思うんですけれども、どちらかというとね、2個目、3個目のウォレットとして活躍するものに対して、こちらに関してはですね、もう1個で全て、収納がね、可能なウォレットという形になっておりますので、こちらもですね、ぜひご検討いただければなというふうに思っております。こちらですね、色合いに関しましてはレッドと、こちらの先ほどのねヴィンテージのような雰囲気の、色合いのもの、そして、ベージュかな、はい、これね、これもかっこいいですね。こちらがこんな感じであるんですね。先ほどのロングタイプと形でございます。はい、ということでですね、こちらはい、またね、こう違った雰囲気、オリジナルショルダーレザーを採用されたこちらのウォレットという形になっております。こちらの、ウォレットに関してはですね、真鍮製のボールチェーン、こんな感じでついていて、サイド部分にはですね、スナップボタンでこうぐるっとね回った感じでついているボタンがね、付けられております。でこうやって外してですね、カット、ボールチェーン開いていただくと、こんな感じで収納抜群のですね、中身という形になっております。こんな感じで輪っかのついたですね、はい、小銭入れ部分もすごく便利でおしゃれな感じがすごくしますね。たくさん収納を得られます。でどっちかというとですね、ウォレット感覚というよりはちょっとこうセカンドバッグ寄りな感じでですね、なんかこういろんな、収納をねたくさんしながら、一つでねジッパータイプとして持ち運びにねすごく便利かなというふうに思っております。はい、またこの風合いが違うのもすごくかっこいいかなというふうに思っております。で色合いもですね、この今までの赤の色の雰囲気じゃなくてまたねこんな違う感じの色合いになってます。こんな感じです、はい、この真鍮のボールチェーンがまたくすんでいくのもかっこいいなというふうに思いますし、このですね実際に、ボディのね雰囲気がまた変わっていくのもかっこいいかなというふうに思いますね。ウォレット、ロングウォレットですね。ぜひこちらもですね、ご検討いただければなというふうに思います。はい、ということでですね、お次はこちら。はい、ブライドルレザーをですね、使用したこちらのコンパクトウォレットという形になります。
はい。まあ、ブライドルレザーということでね、ローズ系をされているテープになりますね。ところどころね、こんな感じで白っぽい、まあ、ものが浮き上がっていく形になりますけれども、まあ、使い込んでいくとですね、こういったものもなくなりますので、こういった意味はですね、特に耐久性だったりだとか、そういったものを上げるために、あえてね、ロー付けをしているブライドレザーという形になりますので、ぜひね、この辺はご理解いただいた上でご使用いただければなというふうに思いますけれども、この辺のですね、かっこいい、こう、細かなね、サイドは、テッチワーク。はい。そして、このね、綺麗なね、金具。はい。この辺がですね、クランプをね、代表的なこちらもモデルかなというふうに思いますけれども、こちらですね、コインポケット。こんな感じになっております。これもですね、よりこう深めの感じになっていて、取り出しがすごくしやすい形ですね。はい。そして、スナップボタン、こんな感じで開けていただくと、こんな感じですね。はい。よいしょ。こんな感じです。ここにね、カート類にね、入れられる形になってます。で、こちらにはですね、お札、こんな感じで入れられる。かなりね、持ち運びに、特化した、すごくね、おすすめのウォレットかなというふうに思います。こちらですね。はい。で、同じ素材でですね、こんな感じの、すごくおしゃれなね、はい、ウォレットなんかもあります。こんな感じです。可愛らしいですよね。カードなんかもこんな感じで入れられて、お札がね、ここに、収納できている形になっています。そして気づいたらここにはコインポケットというですね、本当にこう使い勝手のいい感じ、全部こう開けていただくとね、振り揃えられる万能のね、ウォレットという形になっております。デザイン性もすごく可愛くてですね、はい、先ほどのイタリアンシュリンクレザーとは違って、ちょっとこう張りのあるというかですね、ちょっとこう硬めの感じのウォレットなんですけれども、上品さを感じるウォレットなので、この辺もですね、様々な方に、まあ、いろんなシーンで特に楽しんでいただける形かなと思います。やっぱりこの金具がですね、両サイドについているだけあって、すごく上品な感じがより増すウォレットかなというふうに思っております。で、こちらはですね、この色と、こちらの、はい、ネイビーかな。こちらは特にね、こんな感じで浮き上がってくる感じが出ておりますけれども、この色もですね、はい、こんな感じなんです。使い込んでね、こう、やってくるとなくなりますので、この辺はご安心ください。ですね。はい、ということですね。お次はこちら。はい。ね、スマホホルダーのような形のものになりますけれども、先ほど同様のですね、ブライドルレザーを使用した金具付きのですね、ものになっております。こちらですね。仕様は先ほどの、まあ、紹介したものと一緒なんですけど、開けていただくとですね、大きなこう筒状のですね、札入れなのかな、スマホなんかも一応入れられるような形になってます。でスウェードをね、内側にこちらは貼っておりますので、まあ、お札なんかはもちろんなんですけれども、スマホも問題なく入れられますので。はい。そしてこちらにはですね、小銭入れかな、はい。まあ、いろいろね、使い勝手は各々で、お楽しみいただけると思います。そしてこちらにはカードなんかも収納できる形になっております。僕自身はですね、すごく、まあ、気に入っている一つでありまして、この、スマホホルダーとしてですね、また肩からかけて、楽しんで使っていたいなと思っている、ウォレットという形になっております。一応ね、ウォレットという総称で呼ばせていただきますけれども、はい。こんな感じで一応すごく長いレザーコードがこんなについておりますので、肩からね、かけることをまあ想定して作られているという形になっております。こちらもですね、おすすめの一着で、色味がですね、こちらと、今あるのがですね、こちら。はい。こんな感じで今、2タイプもご用意ありますので、はい、気になる方はですね、こちらもご検討いただければな、というふうに思います。はい、ということですね、最後にご紹介させていただきますのが、こちらですね。はい。ラウンドジップのですね、ウォレットとなります。こちらね、クランプの刻印もいい感じにね、入っております。ちょっとかなりね、今までの中では厚めの、ウォレットなんですけれども、こちらもですね、ブライドルレザーを使ったウォレットという形になっています。非常にこう作り込みがね、まずこう持っただけで重厚感を感じる一着なんですけれども、開けていきたいと思います。こんな感じですね。はい。と、ざっとね、こんな感じです。この色味もね、すごくいいですよね。この、タンのね、色味もまた使い込んでくると変わると思いますし、本当に一個一個ですね、非常にこう収納が抜群な感じになってます。もう所狭しにね、カードだったり、レシート領収書なんかをですね、こんな感じで、収納ができるような形となっておりますので、非常にね、使い勝手のいい、ウォレットなんじゃないかなというところでございます。真ん中はですね、ジップの、コインポケットという形になっております。
こんな感じですね。はい。まあ、持ち運びとしてですね、まあ、こちら、非常にこう、シンプルながら、かっこいいウォレットになりますので、常になんかこう、持っときたいウォレットっていう感じがすごくしますよね。はい。で、色味がですね、この色味と、赤。この赤な感じもいいですよね。はい。こちら。そして、こちらブラックかな。はい。こんな感じです。このツヤ感もね、またかっこいい。いいですよね。最後、こちらですね。ベージュ。こんな感じの色味という形になっております。これもですね、ブライドレザーなので、この白っぽいのがあるので、はい。ご理解いただければなというふうに思います。はい。ということでですね、今、ある、ライトのウォレットなんかをご紹介ね、させていただきました。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。本当にですね、もう様々な、用途に、合わせていただいたりだとか、シーンにね、合わせていただいて、お使いいただける、ウォレットという形になっておりますので、何かですね、気になるウォレット等あればですね、ぜひお気軽にお問い合わせいただければなと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。失礼いたします。